体操の世界選手権は28日、日本時間29日、英国グラスゴーで男子団体総合決勝が行われ、予選を1位で通過した日本が、270.818 点で、1978年のストラスブール大会以来37年ぶりの優勝を果たした。2位には地元、英国が入り、世界選手権初のメダルを獲得。中国は3位だった。日本は最初の種目の、徒歩運動でエースの内村航平、26、コナミスポーツクラブ、が、15.800 点、ひねり王子、白井健三、19、ひからだだい、が、16.325 点と、高得点をマークする好スタートを、切ると、続くアン馬では、ウブ代表の茅山、18、順大、が、内村を上回る15.400 点を、マーク。2種目を終えて同伴の、ライバル中国を大きく、リード。釣りは出やや差を詰められたものの、上馬でも内村、白井が高得点を出し、4種目を終えて2位のベイクニと、0.1 点差ながらトップを、キープ。得意とする平行棒で田中介点、25、コナミスポーツクラブ、が、落下するミスがあったものの、加藤陽平、22、順大、そして内村が高スコアで、カバー。2位のベイクニに1、832点差、3位の中国に2、93点差で、迎えた最終種目の、鉄棒で田中、内村が落下するアクシデントがあり、ヒヤリとさせられたものの、リードを守り抜き、悲願の頂点に立った。